当に最初はね、本当にその本当にやめようと思ってたんですよ。もう終わりだなって。でもSNS とか見たらですね、全国の方々から本当に支援の言葉とかそういったことがたくさんあって、やっぱりなんかこの場所でもう一度再建したいなというふうに今は思っています。